マルハバン、マルハバン。ということで、今回はね、ウイクラスカウト編やっていきたいと思います。一応ね、スカウティングリスト、4枠開けました。なので、まあ、4回分ぐらい引けるんですけど、まずは、これから行きましょう。で、トレーナーコンタクト、これからやっていきましょう。まあね、あとね、プレイヤーマネジメントの方は、星6から、ユーロの星6から星7のチケット、そして星7確定チケットが2枚、星6、星7までのやつは、チケット1枚ですね。で、まあね、新たにアップデートされたものがっていうか、まあ、アップデートされたスカウトがあるんで、それをね、やって、それをやったら、そのスカウトチケットをね、残り分をやっていきたいと思うんで、まあ、全部はできないと思う。だからまあ、24スカウトなんかもあるし、まあちょっと選手の、獲得した選手次第かなって。これ結構ね、音量がうるさいんだよね。星だなぁ、トレーナー、カモン。星のなトレーナー、カモン。あぁ、ごっか。もう星7、あ、星5のトレーナーってもうね、あんまり使えないんだよね。せめて星6だよね。はい、じゃあお待ちかね、これをやっていこうかと思います。で、レジェンドセレクションもね、なんか一つ増えたみたいなんで、これはちょっとできないな。まずは24から。頼む。星6以上。星6以上であってくれ。星6以上。そうすれば、ありがたい。星6以上。星6以上。なにー。星5だと。お、Rウィング。あ、よかったよかった。星5の右ウィングはいなかったんだよね、そんな。でもこれで割合がそうだな。星5の右ウィングが4人。そして L ウィングの星5が3人という風になってしまった。そう、なんということだ。じゃあ、これもね、一応ね、なんか、ディスカウントが、あ、でもディスカウントが効いてるわけではないのか。ディスカウントが効いてるわけではないと。いう感じですね。これはちょっとできない。とりあえずディスカウントが効いたやつをバンバンやっていこうかなと。ディスカウントプライス。これですね。レジェンドセレクション。20ペス。消費して。やっていきます。ベルカンプ。これでベルカンプ来たらやばい。来ないと思う。おー、星6。おー、これはありがたい。まさかの。お、星7。星7演出あるか。星7演出。おぉ、星7演出。おい、待て。嘘だろ。おい、待て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 。嘘だろ、エデルソンはないよ。これは最悪だ。せっかくさ、俺ゴールキーパー今回ノイヤーだよ。獲得したのにさ、スカウティングしたのに、いや、迷ってたんだよ。エデルソンにしようか、今シーズンね、その誰を取ろうかって言ったところ。うーわー、まあ嬉しいけど、やだな、なんかダブったし。最近ダブリ多いね。非常に。
これもなんか一応できるみたいだけど、ポルトガルか。これはちょっとやめといた方がいいよね。一応星6以上は確定なんだけど、30ペスはちょっと高いよね。できないね。これもできない。まあとりあえずフリーユーロやりましょう。これで星7とか来たらラッキーだけど。いやー、まさかのエデルソンだった。いやー、マジか。星5、星4。これはもういらないっしょ。うわー、最悪だなー。なんかどうしよっかな。これもこれはなんもなくて、これ18から20。一応これもあるんだよね、ナショナルスターズ。ただ、スリーモアタイムズっていうのは何なんかな。あー、上限があるってことか。だから3回までしか引けないという意味かな。多分。どうなんだろうね。これでも、まあ、やらない方がいいよね。ディスカウントプライスじゃない限りは。ナショナルスターズは3つしかない。リミテッドトゥナショナルチーム、ウェファー、星6確定ですよ。これは、まあ、エッジレンジがね、これあるっていうのはありがたいんだよね。ユーロスターズスカウトっていうことで。これあれじゃない？あ、スターリング、インシーネ、ブスケツ、デブライネじゃないね。ジンチェンコ。シャカーやん。シャカじゃん、今、デンマークの。で、クルトワ。このスウェーデンの選手誰だったっけ ?10 番。バレッラ。あ、バレッラいいね。どうしようかな、これ。これやろうか迷うね。18から20だもんね。30ペス。ちょっと一回やってみよう。一回やってみて、プライスが上がるのかどうかっていうのをちょっと確かめたい。これで上がったらもう二度としない。で、まあ特に変わらずまた次もね、30ペスでできるのであれば、まあ、まあ、見送りだな。ドク誰？しかも18。おお。しかもベルジムじゃん。強いね、これは。ベルギーの選手ですよ。18歳。これはなんかラッキーだったね。ただあー、ずっと30ペースでできるってことね。あー、でもいらないかな。うん、いい。しないしない。あ、今見れてたのにね。はい、じゃあこれまでに撮った、スカウティングのね選手をちょっと紹介していきたいと思います。ほら、エデルソン重なってるでしょ。これ最悪だなー。これまあ次回のキーパーも確定だ。エデルソン使おうはい、じゃあ相当かけて、レアリティ順じゃなくて獲得した順で見ていこうかな。オーダーサイン、オーダーサイン、ディセンディング。はい、ドク、あ、これ売却しないといけない。あー、そっか、じゃあ一枠開くのか。いや、一枠は開かしといた方がいいよね。一枠は開かしとかないと、なんかもしね、急遽スカウトしないといけないってなった時に困るからね。じゃあ、まあ今回 R ウィングの補強ができたかなって言ったところだね。ベララビ、20歳のベララビとエデルソン、ドクが手に入りました。まずはエデルソンから見ていこうかなと。2500万で、マーケットバリュー。まあ、この人は、デベロッパーは標準、レギュラーデベロッパーで、
まあやっぱフィジカルとテクニックだよね。この人のすごいところはエデルソン。ブラジルの、キッキングパワー素晴らしい。左足なんだよね。でキックが得意とする選手ですね。でボディバランス83、ゴールキーピング88、セービング89。まあ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 、どうなんだろうね。22歳か。でこのローパントトラジェクトリー持ってるんですよ。そしてゴールキーパーロングスロー、ペナルティーセーバーもあるからね。もう最強、最強のゴールキーパー最強スキルを身につけて、うん、3600万だね。たっけー。左足188センチ、ね、マンチェスターシティの選手ですよ。さあ、次ね、ドクを見ていこう。まあ1000万だからまあまあそんなって感じだけど、まあ標準、これも標準だったよね。標準デベロッパーで、まずね、ポジションがまあ R ウィングが一番得意としてて、あ、いやなんやかんやでもサイドハーフができる選手ですね。75、うん、でルイングもできますよ。でまあ真ん中もぼちぼちできるって感じで非常にいいんじゃないかなっていう。スピードがあるね。スピードのある選手だね。てか18歳はえぐいね。ドリブリングを素晴らしい。83、まあ、ボールコントロールがちょっとなーって言ったところなんだけど、うわえぐ。スピード90、そして瞬発力が92。スピードスターだね。ムバッペみたいになりそうだな。ベルギーさんムバッペじゃん。いやーボディーバランス、まあボディーバランス微妙だねやっぱ。いやこれ最強だよ。18歳でこれはちょっととてつもないスピードの持ち主だ。ドリブル&フェイント、ドリブル&ターン、ドリブルダウンダザライン、ドリブルインサイドカット、プレイヤースキル、シザースフェイント、フリップラップ、カットビハインド&ターン、マリーシアダブルタッチ、ステップオンスキルコントロール。おっとこれがまたスキルが少ない。意外と2、4、6スキルしか持ってないってことは、あと3スキルぐらいはめ込めるから、あー結構いいね。スキルのトレーナーをね持て余してたところだったし、まあ使いどころねえなとか思ってたんだよね。そう、あーこれは確かにありがたいね。うん、そうなってくるとまあまあピンポイントクロスとかそういうの欲しいね。うん、やパス系のスキルが1つか2つか3つ2つ3つ欲しいな。ダイレクトパスとかでプラス個人スキルが1つぐらいかな。うん、いやーこれはでもいい買い物でした。いい買い物。そうそうそう、30ペス払った回はあったかなっていう感じだね。はい、じゃあまあ他のね、またスカウトはまたちょっとこうスカウティングリスト減らしてからっていうか、まあここはね、相手からまたやっていこうかなと思います。でこのプレイヤーコンタクト、まあこれはねいつすんのって話だけどね、まあちょっとまた今後もう本当になんかどうしようもない時にこれやっていこうかなと思うんで、はい、まあ、見逃さないようにね、ベルだけ押しておいて、リマインド受け取っておいてください。その時はちゃんと言うんでね、この、ゴールドウェファユーロ2020コンタクトやりますみたいなことをね、まあ、タイトルに多分書いてると思うんで、もう、見ればわかると思うんでね。じゃあ、今回の動画は、まあ、ここまでになります。じゃあね、また次回の動画も楽しみにしておいてください。スカウト編ですね。はい。じゃあこんなところで今回は終わりたいと思います。バイチャス。